今日はクレイターレイクっていう結構でかい湖の方を歩いていこうかなと思ってて、まあ間近ででかい湖を見ながら歩けるっていう楽しみがあるんで、行ってきます。クレイターレイクら辺にはなんかちっちゃいレストランとかちっちゃいグローサリーストアがまあちょこちょこあるんやけど、どこでリサプライしようか、どこで飯食おうか、またどこで充電しようかとかなんかちょっと迷うな。 I think that's the store right there. Behind? Yeah. マザマビレッジっていうところに来て、うん、ちょっと休もうかな。今日はちょっと体も結構疲れとるけ、動くか、ここら辺でテント場を探して泊まるかっていうところをまあゆっくり考えてちょっと休憩します。キャンプ場に泊まる予定、ルールフリーテントサイト、 PCT 用のテントサイトがあるんでそこに泊まって、明日泊まるということで、5、6時間ビールを飲んだり、語り合ったりしてテント場に向かいます。シャワーがあるのが嬉しいね。95日目、5時過ぎ、ちょっと起きるの遅くなったけど、クレイターレイクでサンライズが見れたらいいなと思います。サンセットには間に合われたけど、いい朝日が見れとるわ。ずっとこっちの右側になるんかな、時々湖がこうやって見えるような感じで歩き寄るけ、いい景色や。朝から最高やわ。リムトレイル、今通ってきた道が終わってまた PCT の道に戻るっていう感じかな。本当はこっから60マイル先までは山火事でトレイルが封鎖やったんやけど、再オープンしました。やったぜ。途中で多分3000キロ通過の地点も通るから、よかった、メモリアルのところで。今日は8時20分に、終わって、今小川の前でテントを張ってる最中。結構夜が、寒いな。30マイルは、歩いたはず。96日目、朝めちゃめちゃ寒かった。もう日も出んぐらい山の周りに霧がかかっとって、まあ、今日はちっちゃい町シェルターコブっていうところが店が早く閉まるっぽいから、まあ、ちょっと早めに注意とかんといけんということで、まあ、最低30は歩かないといけないっていう感じになってきた。
オレゴンの一番高いポイントに到着。2,250メートルぐらいかな。This one's been drinking the water that's been sprayed with fire retardant.8時ちょうど 30.7 マイル。ふう、かなり疲れて足もしんどい。1875マイルのところが3000キロの地点やったけど、何もサインとか、モニュメントはなかったかな。まあ3000キロは今日の96日目で突破ということで、やったぜ。97日目、2度寝をしました。昨日当たる位置にテントを立てても、もう木の量が多くて全然日が入ってこんっていうね。今日は20マイルぐらい歩いたところにあるシェルターコブリゾートっていうところでテント泊するか、またトレイル上に戻るかっていうのはこれから考えていこうと思うんやけど、ちょっと左足が痛いな。ちょっとまともに歩けてない。休憩中にストレッチをして痛み止めの薬を飲んだら割と普通に歩けるようになった。いや、よかった。シェルターコブリゾートで終了。何時かな、3時頃着いて、今日はここでテントを泊します。ちょっと足もね痛いし、痛み止め飲んだけど、やっぱり今痛み止めなくなったら結構痛くなってきたけ、ちょっと今日は安静にしたいっていうのもあったけ、今日はおしまい。みんなでのんびりビール飲んでます。飲みます。98日目。まあまたトレイルに戻って歩く予定やけど、昨日のもう夜とかから足痛くて、ちょっと苦しい戦いになりそう。What's going on in here, Beyonce? I'm a cameraman. 3, 2, 1.昨日の98日目はゼロデーを取りました。99日目は歩きます。足が痛くて今薬漬けの、時間を過ごしてるけ、ちょっと心配やけど、歩数を距離を伸ばして、湖もいっぱい今日はあるし、楽しみながら歩きたいと思います。ここに山地は、山火事があったエリアにおったんやけど、何の影響も感じんかったね。全然安全な場所でした。
なんか湖の現れ方がすげえ卑怯っていう感じがあった。いいシャワーを浴びることができた。なんかトレイルちょっと煙っぽくなってきたよね。ちょっと不安やな。8時25分ぐらいかな。本当はもうちょっと早いところでレンタクしようと思ったんやけど、クマと遭遇してしまったので、ちょっと1マイル以上離れたところでレンタクをします。ドカドカドカって走ってめっちゃ音がして怖かったわ。とりあえず今日は32マイル弱ぐらい、歩いたかな。100日目。Good morning. ふう、やっと来たね。100日目。あと30日ぐらいあるかな。今日は30マイル行けたらいいかなっていう感じで、もしかしたら途中のエルクレイクっていうリゾートで、リサプライを一瞬だけするかもしれない。アクアマンからもらった釣りをまた飲んだおかげで今日も快調に、歩けてるかな。ここでリサプライをして先に進もうかと思ったけど、こっからヒッチハイクしてベンドっていう街に行った方がまあいいってことに気づいたんで、多分今日はもうここで歩くのおしまいかな。まあベンドには郵便局に行ってカメラレンズとかイヤホンジャックとか必要なものを受け取らんにゃいけんけ、まあどっちにしろどっかで行く必要あったけ、まあここで行ってもいいかなと思って。両親が僕らのためにホテルを予約してくれました。いやー、こういうのはほんまに助かるわ。101日目、今10時半ぐらいで、まあ、リサプライ済まして郵便局でカメラのレンズとかを調節してトレイルに戻るっていうところで、今日は予定を立ててます。Is it Chester? I'm Chester. What do we do? So I watched it. 102日目。結局昨日はゼロデーを撮りました。今日はトレイルに戻ります。9時半ぐらいか。こっからまあヒッチかトレイルマジックか使ってトレイル上に戻ってまた歩き始めたいと思います。プレイボーイの同僚の人に、送ってもらって11時15分ぐらいかな。街で38度ぐらいと言ったけど、めっちゃ暑いな。熱中症に気をつけんとな。